ね、設定温度が控えめでも体感温度を涼しく感じさせることができるエアコンなんです。ご覧のようにですね、例えば設定温度を28度にしていただいても、湿度を低めに、さらに気流を揺らぎ気流にすることによって設定温度を上げても涼しい、だから節電することができるんです。そしてサーキュレーション気流、お部屋全体を素早く空調することができます。設定温度に到達するまでのスピードが従来と比べて約半分、2分の1ですよ。今回のダイキンのエアコン、この部分にですね、人感センサーを搭載しています。このセンサーが人の動きを捉えることができますので、例えば風が直接人に当たるように吹きかけたり、逆に人に風を直接当てないように、こういった切り分けができるのがこの人感センサーなんですね。汚れの溜まりやすいフィルターを自動でお掃除してくれる機能も搭載いたしております。清潔に、そして無駄を省いて電気代も節約になりますからね。空気をとことんきれいにできるのがこのウルルとサララシリーズなんですよね、フィチョウくん。ダイキンというと、このストリーマ機能、高速ストリーマによってダイキンのエアコン内部のカビや臭いも一気にきれいにすることができます。今回のダイキンのエアコンウルルとサララシリーズは、湿度を上手にコントロールすることで今までよりもぐっと省エネになるんですよね、ピチョンくん。嬉しそうですね。ぜひこの機会にご検討をお願いいたします。